お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロイヤルやってくんすけど、今日はね、こちらのエリクサー7倍チャレンジというものがね、今来ております。こちらね、めちゃくちゃカオスなモードで、単純にエリクサーが7倍です。なんで、もう無限にね、言ったらコストがある状態なので、もうどん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 もうユニット出すゲームで、これの動画ね、もう昨日、ライキさん、焼き鳥、ケンツ、ドズさんもみんなね、こうロケット削り。もうロケットを撃って、ライトニング撃って、スケラーとかディガー、バレル、ポイズン、ファイボーで、防衛フリーズとかして、もうキング落とすみたいな、みんなそのデッキなんですよ、みんな。マジで。いやー、強えなって、もう僕何を出せばいいんだろうと思って。キング落としがもう、最強なんですよね、理論上。で、まあそれに勝てるのがほぼ存在しないんで、まあ僕はね、今日はまあそういう攻略は結構出てるんで、僕ちょっとね、これ遊んでいこうかなと思います。こちらね、ロケット方式と、プリンセスを、まあ、ミラー使いつつ、クローン使いつつ、もうね、超高回転で出しまくって、遊んでやろうかなと思います。まあ、アイゴレの盾とかもちょっといい感じにね、やりつつ、この2体ね、やっぱ永遠ウザキャラとしてね、知られてるキャラクターなんで、ここをね、無限生産していこうかなと思います。さあ、というわけで、もうどん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 ね、無限に出していきたいと思います。待って、早く。さあ。こうもね、なんか、わかんない。クロンして。あ、待って、プリン、走るの早い。ちょっと待って。あ、これ、俺の、あれ、待って。矢の飴がすべて終わるんだけど。矢の飴マジで良くないっすね。さあ。からのこれなんかね、同サイドバックで出すと多分やられるんですよね、僕。気づいたんですけど。さては、また、下手くそ俺が。俺が下手くそなのか、たまたま相性が悪いのか、すごいわかんないんですけども、いっぱいね、いっぱい出していきましょう、いっぱい。さあ、ロケット押しプリン。相手、何もしないで。でも止まってますよ、結構。結構止まってるけど、僕はどうやって勝てばいいんでしょうかって感じですが、もう永遠に真ん中にね、こう全部いっぱい出していきます。全部出していったら、これなんか自然に勝てる説ありますね。あ、矢の飴マジでやべえ。矢の飴だけはマジ嫌いになりそう。さあ、あ、待って。いっぱい出しとくだけで、何もしてないが、真ん中ですよ。ここの位置に、とりあえず全部連打ですね。全部連打、フリーズとかいらないですね、マジ。それをしとくだけで、相手のユニットほぼ溶けていきの?ですが、僕は一体どうやって攻める?さあ。いい感じにね、なんかいい感じに、スケルトンがどっかから湧いてますね。あ、僕のスケルトンか。僕の真ん中スケルトンがやって、さてはタワー1個折ってる、からの相手の、あれもすごい厄介ですが、いい感じにね。ああ、全部やっちゃうじゃないですか、もう。これね、矢の飴相手もし持ってなかった場合、これ最強じゃないですか。とか言って、まあ、ポイズンとかすごい持ってるんですけどね、どうせ敵は。ああ、ですが、これ待って、あと俺1分間続けんの、これ。逆に、このトリプルエレクサーでここまで耐える人いなくないですか?そう考えたらすごくないですか?これトリプルエレクサーめっちゃすごくないですか?やばい、待って。ユニットが全然いない。頑張れ。耐えて。やっぱこの位置にやらめくると、マジ泣く。本当に来んな。逆にどれだけ耐えれるかチャレンジでいいっすね。相手の攻撃を永遠耐えてみたっていう。やばくないですか?さては、動画撮影中に企画をね、変えていく系 YouTuber ですね。珍しい、すごいレアかなと思うんですけども、いやー、まあ、決め手がないですが、永遠ですね。ちょっと、もう疲れてきましたね、出すの。プリン、ロケット押し、レイジー、まあ、フリーズも意外といい役をしてますが、で、プリンの出す位置を変えていきましょうか、先ほどから。こう、両サイドに出していけば、相手もね、ちょっと困るんじゃないでしょうか?よいしょ。さあ、僕も逆に困るんですが、エリがマジで、エリクサーがもったいないというか、すごいなくなってきますね。もう小屋デッキとかもね、多分、増えますね。全然あり得ると思いますね。いや、なぜか勝った。うい。このデッキはね、強いとかではないですね。これだけ言っておきます。別に強いから使ってるわけではありません。見栄えがね、ちょっといいかなと思ってやってます。ちょっともう一回ね、たまたま勝てたっていうか、今回矢の飴入りのね、相手だったんで、矢の飴いなかった場合最強じゃないですかっていうね、ちょっと理論ですね、これマジ。早く、コストがマジで漏れますね。うっと!お前一緒だ!矢の飴も打ってもマジで一緒っすね。言っちゃ、あれっすけど。プリンロケホークローンですね。プリンロケホークローン。プリン、おい、矢の飴打った、よくね。矢の飴打ったマジでよくね。
さあさあ、ちょ、ヤナメと、俺の出してるのと順番に処理されてるだけやんけ、ほんとに。待って待って待って。あ、でも、意外と、さあ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 、ちょ、ちょ、ガンメタしか引かんやんけ。たまたまね、たまたまマジでガンメタしか引かんやんけ。どうしますこれ。全部持っていかれるんですけど。さあ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 。ですが、ちょっと待って待って。あの、僕もね、やっぱ勝ちたいんでね。比較的勝てるような動きをして戦ってます。よいしょ。さあ、これ勝てんのかな？なんか、待って、本当に、すごいゴミみたいな試合してるかも。ごめん、あんまり言いたくないですけどね。さては、これ、なんか、攻め手を1枚入れた方がいいのかな？なんか、なくても別に勝てそうなんですよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ勝てそうなんですよ、ぶっちゃけるとね。相手がライトニングとかね、結構、暇してる気がするんですよ。よいしょ。さあ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 。いいっすね。いけますよ、これ。多分いけるんですよ。いける。絶対勝てるんですよ。絶対きつい。僕の方が強い、これは。ああ終わる。終わる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 。ちょっと待って。これすげえな、このモード。よく考えましたね。エレクサー7倍って。どうやったらその発想が出てくるんですかね。よいしょ。はい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 。まあ、こんな感じでやってると、スペル削りのね、相手には勝ちきれないということが非常にわかるかなと思います。なんで、ヤナアメこれ必須なんですか？真面目にヤナアメたまたま入ってない相手とかいないんですかね？いると思いたいんですけど、絶対ヤナアメ必須なんですか、このゲームは。よいしょ。しかもヤナアメとウッドですからね、これ。いや、マジで。いけいけいけ。ワンチャン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 。ああ。やべやべ。終わる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 。ああ、待って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 。ああ、これはね、きっちりですね。ヤナアメとウッド入れます？このチャレンジで。ヤナアメ入れるのか、みんな。ちょっと入れないでほしいですね。ヤナアメ入れなければ、これもう、ここ全体ね、埋まるんすけどね。というわけで、ちょっともう、若干諦めがちな僕でございますが、まあ、まだ戦いましょう。まだ戦えそうなので戦います。さあ、この真ん中に出しつつ、クローンしとけば両サイドプリンをね、クローンできるんじゃねえかっていうやつなんですけども、よいしょ。さっさっさ、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 あー、全部切る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 。全部切れますね。10秒。いや、これね、勝てないのかな？僕、正直いけると思ったんですよね。いけると。なんですけど、全く歯が立たないですね。いや、ちょっとね、もう一回リベンジ行きましょう。さっきはたまたま勝てて、今回はスペル削り、ヤナアメットか、ヤナアメットない相手だったらいいな。ポイズン、でも100入りますもんね。なえるっすね、そうなると。僕、ただこれ、ド M なことしてる、もしかして。さて、ド M 企画だった説ありますね、これ。あー、これやべ。ド M 企画だった説ありますが、お、さては相手はない。さては相手はないぞ、これは。さあ、来た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 。相手ないっすよ、これ、スペルが。こんなんで出てきたらもう僕送りますよ。ないないない。いける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 。いける。花火。来た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 。やっと来た。僕がしたかったのはこれっすよ。これ、これ。よし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 。来た、花火。レッツ花火、レッツ花火、レッツ花火。うえ。来た。よし。イエス。これ、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 これ。これが、できれば、無限に勝てると、僕は思うんですけど、多分ね、普通に考えて、ポイズンとか、ヤナアメが入ってくるんで、この企画をやろうと思った僕がね、多分、バカでしたね。今のは、多分、たまたま運が良かっただけですね、本当に。よいしょ。さあ、出して、クローン出して。いや、これワンチャン、これもワンチャンある、これもワンチャンある。マジ、これもワンチャンある。よし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 。マジ、これもワンチャンあるぞ。いけるぞ。うわ、あれね、もう俺の、この、もう、マジやっちゃったか知らないから、ロケット押し、待って、やめろやめろ、なんか変なことすんだよ、変なことすんだよって。俺も変なことしてるんですけど、変なことすんだよ、マジ。おー、トルネファイブよくない、トルネファイブよくない。あ、待って、やめろ、マジやっちゃう、え？違う。え？ちょっと俺のプリン1体しかな。頑張れ。あ、待って、間違えた。はい、はい、はい、はい。いや、待って、これ勝てる。絶対いい相性してる。いい相性してるのになんで負ける？おつけ？マジカーチャーだな。マジカーチャーがさっきから悪さしてます。さっ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 さ。あ、トルネファイブで、もう全部処理しようっていう。いや、もう負けないですね。僕はこれには負けない。僕は勝ちたい。非常に勝ちたいが、勝てるのかどうかはすごい怪しい。もうこれフリーズ、あー、やべ。頑張れ、プリン、オッケーオッケー、止めてる。いいね。え、ありそう。ワンチャンいける？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 おい。
とりあえず数出して、数出して、え、ワンチャンいけそうじゃない？来た、マジで来た。もう多すぎて俺もわけわかんないけど。いけ、もう死ぬ。クローンがトルネードしてる、クローンが。端前超高め。そう。あと300、耐えろ、耐えろ。耐えろ、いけるぞ。これマジックアーチャーに勝てるぞ。あのマジックアーチャーに勝てるぞ、俺は。ちょっとやばい。ちょっと待って。おい。なんかただ普通に今戦ってますからね、僕も。なんなら戦ってますからね。ただ普通に戦ってる人になってる。よし。で、端っこに出して。いや、これ超大変だけど、結構楽しいけど、もう飽きてきたかも。言ったらダメな言葉ランキングトップレベルのことを僕今言っちゃいましたね。よし、もうなんか疲れますね。これもうわかんないっすもん、本当に。フリーズかけて。あと50秒もあるの。これなんか狂いますね。なんかめっちゃ戦った感がすごいあるんですよね。まだ残り50秒までってやばいっすね。よし。もうね、なんとかなるでしょ。これ勝てそうっすもん、正直ぶっちゃけね。ぶっちゃけアイフグレ出して、フリーズして、オッケー。もう相手やめて。俺の言うていいね。よし。ふう。一回落ち着いて。あと500。あ、待って、これ耐えれなかった時どうしようって買ったら、右落ちてね。やべ。落ち着け。もう0時。クロン。邪魔すんな。あ、待って。負ける。負けたやんけ。これね、まあ、僕はね、勝ってたらラッキーですね。勝てたらラッキーなので。ちょっと最後、ラスティングね。ラスティングいって、ちょっと成功したいですね、これ。てか、負けたら終わっちゃうので、勝ちたいと思いますね。ラストお願い。相手がもう取るんでもなんもない相手。相手来い。相手にすがることしかできない。なんかね、なんでエリゴリやだ、ロケットしまえだ。おお、みんなチグ。俺のやつらみんなチグや。なんでそんなことある。みんなチ行っちゃった。みんなチ行っちゃったけど、行っちゃったで逆に、まあいいけどね。おお、すげえ。逆サイからすげえ援護してくれる。こいつら優しい。来た。いやー、これね、こういうことっすね。美味しい。めっちゃ美味しいっすね、これ。とりあえずいっぱい真ん中に出して、クローンしたい。さあ。もうみんな両サイド適当に避けてくれるんで、この辺にいっぱい出して、クローンしとくと、もうこれだけでね、勝てる。いやー、最後に来てまた来ましたね。僕のフィーバー。本当に、ただ出すだけっていう。これ多分ね、大変っすね。でもなんかこういう感じのことを他のデッキでも正直できる気がするんですけどね。なんかいいのがね、思いつかなかったですね、僕には。ロケ法が僕は好きなんで、このデッキをただやってるんですけど。よいしょ。花火。気づけば、キングがいけるんじゃない？気づけば、量のご利用しによって。よいしょ。さ。お、やべえ、これめっちゃやべえ。めっちゃよくね？ふい。とりあえずいっぱい出して。相手ももうそこになんか出すしかないっていう感じですね。僕もただここを連打してるだけなんで、ここも3箇所くらいずっと連打してるだけです。すげえ雑なんですけど、真ん中にね、連打すると両サイド行くんでね。来た。あと1分19もあるんですね。これめっちゃ長いですね、このモードなんか。もう終わりの感覚なんですけど、試合自体がね。よいしょ。もう、これ今見ずに連打してます。あ、折れましたね。え、これ気持ちいいですね。相手連というのは嫌な目終わった瞬間積みますけど、良ければちょっと遊びですね、今日は。はい、小休みをしてみましたっていうわけで、あと1回なんでやっておきますか。あと1回なんでね、このデッキで遊んできます。さあ、行きます。とりあえず真ん中連打の、適当にセパレートを繰り返します。あ、出た！相手の、それ、ロケット削り、スペル削りデッキ。いや、ワンチャン？嫌な目がないならね、僕は勝てると思います。とりあえず連打しとくと、気づけば、あ、ウッドはよくね、マジ、ウッドはよくねえけど、めっちゃいる。ミラーがあ、出た、俺の嫌いなカード。よし、ミラーがいいっすね。ミラーができねえ。なんかめっちゃロケットでキング打ってくるじゃん、この人。さっきまでなんかあんな普通にゴレとか、今普通に、すっごい普通にゴレ出してんのに、やば。全部フェイク、このゴレさたら全部フェイク。そんなことあります？よし。あー、疲れましたね。もういいや。もうお腹いっぱいですね、本当に。視聴者さんよりも僕がお腹いっぱいになっちゃってますもん。
よしよし。あ、こっちはゴレで、そっちはオーブンで止めるみたいな。そういう感じ？そういう感じ？そういう感じの技？さ、でも勝てそうじゃね？なんか、ワンチャン勝てる。なんかワンチャン勝てそうな気がするのは俺だけ？なんか、ね。さっき謎のあれがあるんですけど、謎の。これプリンセスよりロケット押しいっぱい出した方が相手のスペルを、あ、皆さんタイムリミットが刻々と迫っていますね。僕のこのチャレンジは発祥で終わっちゃいそうです。よし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 、もう。よけろ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 、あ、いいエイムだな、しかも。ふん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 。あ、これあともう2周ぐらいで終わっちゃいますね。あともう2周、2周。とりあえず今、適当にね、もう出してます。諦めました。諦めたと思わせと、ウェイ。連打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 。ロケットあと1周で終わります。あとロケット1周で終わります。オーブンなんで積んでるんだろう？オーブン強いのかな？これ、すっげえ雑。すっげえ雑になってる。まあ、ですが、まあ、僕は今回負けたんでね。皆さん、このデッキは、あれです。別に強くはないんでね、参考にしないでください。勝つならば、もうロケット、ポイズン、ライトニング、あとはスケルトンラッシュとか。で、まあ、キングずっと削って、もうロケット削るですね。ロケット、ライトニング、ファイブ、ポイズンで、相手のユニットをトルネードとフリーズで守って、みたいな。とか、スケルトン、アイスピー、ロケット、ロケット、もう、スケ、アイスピー、ファイブロケットロケットスケアイスピーファイブロケットロケットぐらいのデッキだとほぼ確でね勝てると思うんです。そちらもでね、勝ちたい方試してみてください。これ結構遊べるんでね、いろんななんかねチャレンジしてもすごい面白いと思うんでね、皆さんもよければやってみてください。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。